今回は高橋克彦の総漫谷の第3回を朗読します。明と篠塚が駅のコインロッカーで光の手紙を見つけるところから始まる。篠塚さん、ロッカーはここです。鍵と同じ番号があります。開きましたよ。中に封筒が一通。几帳面な字だな。いかにも彼女らしい。手紙には何と。これは光さんからのメッセージです。しかも僕宛になってる。どういうことだ。とうとう恐れていた時がやってきました。もう E2 にいることはできません。アキラさんに見つけてもらえると信じてこの手紙を書きます。でも一体何から書けばいいのか。私は私を育ててくれたある人から命じられ E2 に入社しました。私の役目はE2 で見聞きしたすべてを報告することでした。ところが半年、一年と経ち、皆さんの温かい心を知るにつれ自分の役目に疑問を抱くようになったのです。 E2 を監視する理由は今でも分かりません。確かなのは監視の重点が E2 オーナーの水上秀悦先生とアキラさんに置かれていたことです。2年が過ぎても E2 には報告に値するような出来事が起きなかった。だから罪の意識を感じることなく皆さんと一緒にいられたのです。ところが篠塚さんが出入りし始めた途端、上から頻繁に指示が来るようになりました。そしてついに私の秘密をアキラさんに知られてしまった。僕に秘密をって。そうか、ヒカルさんの履歴書をコピーしている時ドアが開くような音が。ああ、あれは気のせいじゃなかったんだな。本当はこの手紙で監視を命じたある人の名前を書こうと思っていました。でも20年近く育ててくれた人を裏切ることはどうしてもできません。もう一度 E2 の皆さんに会いたい。皆さんと過ごした2年間が私の人生で一番幸せな時でした。どうかそれだけは分かってください。手紙に涙の跡が。かわいそうに。これって光くんの遺書じゃないか。僕もそう思います。彼女はコインロッカーの鍵を僕らが見つけるかどうかにかけたんですよ。心の底で救ってもらうことを願いながら。だけどこの手紙だけじゃ探しようがないぜ。どうして肝心の行き先を書かなかったのかな。それは鍵を見つけるのが僕らとは限りませんからね。あ、そうか。光くんは自分が裏切った組織からも追われてるからな。行き先は遠野じゃないかと思うんです。彼女の生まれ故郷で UFO 事件の発端になった場所でもあるし。なるほどな。だが遠野といっても広いぞ。遠野に行けばなんとかなると。僕が光さんだとしたら駅の伝言板に行き先を書き込みます。だとすれば急ごう。確かあれは翌日には消されちまうんじゃなかったかな。
家に戻って用意を整えてから東京駅で落ち合おう。あ、E2 の工藤君にも声をかけないとな。僕の方は水影のじいさんから許しをもらわないと。遠野にはなぜか行かせたがらないんだ、あのじいさん。遠野へ行くだと？ならん。遠野でお前の祖父と父親が行方不明になったのを忘れたか。今度のことには僕にも責任があるんです。篠塚さんと工藤さんだけに任せるわけには。お前の祖父はわしの親友だった。二人を失ってどれほど辛い思いをしたか。頼む、行かんでくれ。お前まで失いたくない。僕を育ててくれたことには感謝してます。でも光さんは死ぬかもしれないんだ。行かなかったら一生自分を責めることに。いくら止めても僕は行きます。これも運命か。結局お前までが遠野に関わりを持つことになるとは。行くがいい。運命を変えるのは誰にもできん。お前の祖父と父親が亡くなった土地を見てくるがいい。一大事です、ブラド様。想像し、何事だ。たった今、見張りの者から報告がありました。塩塚、工藤、明の3人が遠野に向かったと。何？まさか我が本拠地が突き止められたのではあるまいな。いや、それならばわずか3人で行くはずが。おそらく単に光の行方を追っての行動かと。いずれにせよ、奴らが光を捕まえるのは絶対阻止せねばならん。いかが取り計らいましょう。お前は配下を率いて遠野に向かえ。光を見つけたら自殺に見せかけ殺すのだ。意外と小さな駅ですね。有名な町だからもっと大きいのを想像してたけど、いいとこじゃないか。あんまり観光地前としてなくてさ。おーい、伝言板はここだぞ。はーい。僕の予想が当たってるといいんだが。どうだ工藤君、光さんのメッセージはあったか。観光地だからかなりの伝言が書かれてはいるが、それらしいのはどこにも。12時間過ぎたら消すと書いてあります。すでに消された可能性も。手がかりなしか。お手上げだな。そもそも本当に何か書いてったのかな。こうなるとヒカルちゃんが遠野に来たかどうかもわからん。考えたんですが、伝言板の前に立てば12時間後に消されるとわかります。せっかく書いてもそれじゃ意味がない。僕らがいつ来るか光さんもわからないんです。なら伝言は別なところに残したと。駅に備え付けの落書き帳じゃないかと思うんですが。あれなら消される心配はない。観光地なら大抵記念スタンプの隣に置いてある。冴えてるぞ明君、きっとそれだ。昨日は観光客が多かったらしい。感想やらメッセージがたくさん。あった、この気象面な字、手紙と同じだ。読んでくれ。早知根さんは私の心のふるさとです。伝承館で見せてもらった岩戸神楽が素敵でした。夕方遠野に着いてこれから東京に戻ります。また日常が始まるかと思えば憂鬱になります。
ただの旅の感想にしか聞こえないが、これにどんな意味が？おそらくこの伝承館に向かったと言ってるのでは。だけどどこにある？遠野に伝承館なんて。遠野じゃないよ、大波佐間町にある早知根神楽伝承館のことだろう。遠野の隣町だ。車で1時間くらいかかる。せっかく遠野まで来たってのね、素通りですか。お客さんだぜも変わってますね。観光が目的じゃないんでね。それより大波佐の町ってのはどんな町なんだい、運転手さん。いや、どんなって普通の町ですよ。ワインの生産で有名ですけど、ほがぬはなぬも。でも縄文土器が発掘されるくらいだから相当古い歴史があると思うがね。光さんの動きを整理してみたんですけど、遠野に着いたのが昨日の夕方とすれば、まっすぐ大波佐間に向かったとしても着くのは夜。伝承館には入れない。手がかりを伝承館に残すためには大波佐間に泊まって朝まで待つしか。今はまだ昼前だ。俺たちはヒカルちゃんにはさほど遅れを取ってないってことか。運転手さん、町には宿屋が何軒あります。宿って伝承館に行くんでしょ。あそこはまずがら結構離れてますよ。泊まるんだったら近くの民宿利用すんじゃないかな。早知根登山の客はほとんどそうしてる。登山客？じゃあ伝承館ってのは山の近くに。ええ、早知根山のふもとですからね。ヒカル君、まさか登ったわけじゃないだろうな。2000メートル近い山ですよ。女の子が一人で登るはずは。高いけど子供だって登れる山ですよ。年中登山客でにぎわってて、冬登る人だって珍しくね。ひょっとして死に場所に選んだってことじゃ。え？山好きの俺にはわかる。ヒカルちゃんにとって早知根さんが懐かしい場所ならもう一度訪ねたいと思っても不思議はない。着きましたよ。ここが伝承館だ。向こうにでっかい山が。あれですね、早知根山ってのは。ああ、思ったよりなだらかだな。もっと険しい山だとばかり。ピラミッドって感じはしませんね。いくらなんでもあれが人工ってことはないでしょう。それはわからんよ。君はピラミッドって言うと石を積み上げたものをイメージしてるみたいだが、日本のは自然の山に手を加えピラミッド型にしたものを指すんだからね。頂上までどれくらいかかりますかね。パンフレットには3時間前後とあったが、岩場だらけなんで道を知らん人間ならもっとかかるだろう。まず伝承館の中を探そう。ヒカル君が手がかりを残してくれてるはずだ。やっぱりヒカルさんはいませんでしたね。ああ、彼女が来たとしても朝早くだろうからな。にしても手がかりらしいものが全く。だいたいここには落書き帳すらない。記念スタンプの台ならそこにあるが、でもノートは置いてないな。普通スタンプとセットであるはずですけど。窓口に頼めばノートを出してくれるかも。事務所の人にちょっと聞いてみます。すみません、ここ落書き帳みたいなのは置いてませんか。あれ、スタンプ台のとこにありませんか。変ね、どうしたのかしら。どうだ、ノートは置いてたかい。それがついさっきまではあったみたいですが。もしかするとあの男の人が持ってったのかしら。館内を見物しないでノートだけ見て出てった人がいて。くそ、やはりつけられてたか。25歳くらいの女性はやってきませんでしたか。
髪の長い痩せた人なんですが。ああ、綺麗な娘さんでしょ。開館してすぐのお客さんです。そういえば彼女もノートに何か書き込んでたわね。ヒカルちゃんだ。どうする、これから民宿を当たりましょう。ヒカルさんは必ず近くの宿に泊まってたはずです。何か手がかりが残ってるかも。はあ、その娘さんだば。昨日の夜確かにこの宿に泊まられやんしたよ。今日は伝承館を見た後早知根山さ登るって。早知根山に？本当ですか？そう、宇治で食料団の水を用意してあげやんしたから。若い娘が一人で登ると聞いて心配したんだとも。何回も登ったことがあるらしくって、道も覚えてるようでがんしたから安心したったって。俺たちも登ろう。もう2時近い。光くんが登ってからざっと4時間は経っている。登るってその格好ででがんすすか。誰せめで運動靴に履き替えねば。大事登ったとしても頂上に着く頃にはすっかり日が暮れてしまいやんすよ。今から登るんだば頂上の避難小屋に泊まるしかながんす。それが無理だばは明日の朝にした方が。いや、明日まで待ってる暇は。暇がないってそう。あれでもお客さんがどう心配して言ってるのでがんす。ならその避難小屋に泊まるつもりで登ろう。道具を用意すればなんとかなる。道具ってそう簡単に揃うのか。毛布や懐中電灯はここで借りればいい。食料は下の店にある。こんなこともあろうかとコッヘルとガスバーナーを持ってきたから、あとは運動靴と厚手の下着を買えば大丈夫だ。うん、工藤君が大丈夫と言うなら俺に依存はない。明君はどうだ。なに、こいつは見かけよりタフな男でしてね。心配なのは篠塚さんだけです。とにかく十分気をつけてくださいよ。林根さんには整備された道など流すんだから。途中までは傾斜のきつい河原なので雨に注意しないと鉄砲水でやられることもありやんす。河原を過ぎればそれから先はひどい岩場でがんす。足を滑らせれば命に関わる場所もありやんすよ。ひどい勾配だな。山登りがこんなにきついものとは。岩だらけで足がもつれる。登り始めてまだ1時間ですよ。根を上げるのが早すぎるな。下着なんかもう汗でぐっしょりだ。運動不足ですね。もう少し汗をかけば楽になります。水もあまり飲まない方がいいですよ。君ら平気なのかい。本当にタフだな。この先の大きな岩まで登ったら一休みしますから、もうちょっと頑張ってください。うまい具合に晴れてきた。この様子ならなんとか暗くなる前につけるな。地図で見ると早知根山には随分面白い岩がありますよ。天狗が頭をぶつけた石ってのもある。ほら、あそこに見えるのがそうです。ああ、柱のように立ってるやつか。天狗が空を飛び回ってる時ぶつけたそうですよ。そのすぐ下には鏡石があると。鏡石？多分あれだ、表面がツルツル輝いてる。鏡石ってピラミッドに関係あるんでしたよね。確かに鏡石はピラミッドと関係が深いけど、むしろそれは拝山の方にあるんだよ。拝山って？文字通りピラミッドを拝むための山さ。そこに鏡石を設置して太陽の光を反射させピラミッドを照らし出すんだ。じゃあ早知根山に鏡石があってもピラミッドの証明にはならないと。ああ、それより天狗伝説の方に興味をそそられるね。天狗はエイリアンだったという説もあるから。アキラ君、他に天狗に関する地名はないの？天狗ですか？ありますよ。
頂上に天狗の作った田んぼがある。田んぼ？冗談だろ、山の上で米が育つわけが。お田植えバート地図には記されています。もちろん本物じゃない。田んぼに似た平地があるんです。岩だらけの山頂に平地か。UFO の着陸地点にはぴったりだろうけど。着陸地点だって？それはあり得るぞ。エイリアンだって人の大勢いる街中にいきなり着陸するのは避ける。人が滅多に来ないとことなれば高い山が一番だ。人目を避けるから高い山を選ぶ。何度も飛来するためには何か目印が必要です。尖った山なら格好の目標だ。そこに着陸可能な広場があれば条件としては申し分ない。一方我々人間から見れば、尖った高い山の頂上には神や仙人、天狗が住んでると信じ込むことに。それが山岳信仰を生み、ピラミッド崇拝にもつながって。それでですか、日本のピラミッドとされる山の周辺に UFO の目撃例が多いのは。ヒカルちゃんの伝言の中に伝承館で岩戸神楽を見たと書いてあったな。あれにも意味があるんじゃないのか。頂上付近に安倍穴ってのがあるんだよ。昔江見氏の首領の安倍定遠が隠れ住んだと言われる岩屋だ。岩戸神楽って天照す大御神が岩屋に隠れて出てこない話だろ。そうか、ヒカルさんが意味もなく岩戸神楽なんて書くわけがない。その安倍穴って岩屋にヒカルさんは向かったんだ、間違いない。なんだか元気が出てきたぞ。そうと分かればすぐ出発だ。着きましたよ。ここが早知根山の山頂です。意外に狭いんだな。祠と避難小屋があるだけか。この祠ちょっと変わってますね。先が十字にくり抜かれた剣が奉納されてる。俺とアキラ君とでヒカルちゃんの手がかりを探します。篠塚さんは小屋で休んでてください。なーに、まだ少し余力がある。俺も行くよ。そっちはどうだ、何か見つかったか。全然、真っ暗ですよ。近くに天狗のお田植え場があったぞ。確かに広い平地だったが、その辺りにも人の気配は。こうなれば安倍穴とやらを探すしかないな。多分間違いない、あれが安倍穴だ。奥は深そうですね。入ってみましょう。懐中電灯、誰かが中で倒れてる。ヒカルちゃんだ。死んでる、死んでる。どうしたんだよ、右手の指が真っ赤じゃないか。壁に血の文字を。きっと最後の力を振り絞って。ヒカルさん、総門谷。それに三角を二つ組み合わせたこのマーク、ダビデの星だ。なんでヒカルちゃんがそんなものを。一体俺たちに何を伝えたかったんだよ。なんだあの音。篠塚さん、工藤さん、外を見てください。自分の目が信じられない。嘘だ、こんなバカな話があってたまるか。 UFO、 本物の UFO だ。まさかここで遭遇しようとは。
経済情報誌 E2 の工藤、元テレビディレクターの篠塚、そして物語の主人公霧上明もまた早知根さんにいた。 UFO の存在を隠そうとする闇の組織に追われる女ヒカルを救うためである。3人は山頂付近の洞窟でヒカルの死体を発見。同時にある途方もないものに遭遇してしまったのである。なんだあの音は。篠塚さん、工藤さん、外を見てください。自分で、自分の目が信じられない。嘘だ、こんなバカな話があってたまるか。 UFO、 本物の UFO だ。まさかここで遭遇しようとは。1年前この山でカメラマンが撮影した UFO は絶対あれだ。その写真が自衛隊の中央調査室の注意を引いた。自衛隊が本格的に動けば UFO の存在が明らかになる。そこで UFO のことを隠したがっている連中が俺に偽情報を流し番組を作らせた。そうしておいて、番組はインチキだ、 UFO など茶番だと騒ぎ立てる。騒動が自衛隊に波及するのを恐れた上層部は中央調査室に調べを中止させた。そうですね。ああ、そんな筋書きだったんだ。しかし、連中は何を企んでるんです？ただ UFO を世間から隠すだけが目的ではないでしょう。東京に戻ったら、今度こそ水影のじいさんから真実を聞き出さないと。僕の祖父と父が遠野で行方不明になったことと、これまでの事件は絶対に関係あるはずなんです。そうか、光くんが早知根さんの山頂で気の毒なことをした。警察では自殺と判断しましたが、おそらく敵の組織の手によって殺されたものと。水影のじいさん、僕を遠野に行かせたくなかった本当の理由を教えてください。じいさんは何か知っているんでしょう。それはみんなの前で聞かせてください。人が一人死んでるんだ。俊越先生、俺からもお願いします。うちの事務所を組織が監視した目的は俊越先生と明君にあったと光ちゃんが告白してくれたんです。わかった。明の父親の高明がわしに残した手紙を皆に見てもらおう。これが僕の父親が書いた字。初めて見る。なんだか不思議な気分だ。25年前お前が遠野で見つかった時、赤ん坊だったお前の産着の中に縫い込まれていた。読むがいい。なぜお前を遠野に行かせたくなかったのか、それを読めばわかる。水影俊越先生、長年育ててくださったご恩も顧みず、息子の明のことでご迷惑をかけ心苦しく思っております。今私のいる場所がどこなのか、残念ながらそれは申し上げられません。ここは悪魔の住む地獄なのですから。生き別れした父の後を継ぎ民族学を学び始めた私は、父が姿を消した遠野に特別な思いを抱くようになっていました。ある日、
父の遺品から古い遠野物語の本を見つけました。本の中には父が残した書き込みや印がたくさんあります。父は遠野にある迷いがという隠れ里に見せられ、その実在を信じていたようです。とすれば、この書き込みや印を分析すれば、父が行方不明になった場所を突き止められるかもしれない。私はそう考えたのです。お国の娘、栗を拾いに白身の山に入りたるまま帰らず、数年が過ぎ、その村の者漁師に山に入りしに、大いなる岩の岩窟のようになれるところにて娘に会いたり、娘曰く、恐ろしき人にさらわれここに来たるなり、その人は竹極めて高く目の色、里の者と少し違えり、逃げて帰らんと思えどいささかの隙もなし、かくいう白身の山に行って泊まれば、深夜に辺りの薄明るくなることあり、また谷の彼方にて笛の音など聞こえることあり、かってキノコを取りに入りし者、山奥にて金の鯉と柄杓とを見たり、持ち帰らんとするに極めて重く、鎌にて片端を削り取らんとしたれども、それはかなわず。和野の何がしという若者、柏崎に用事ありて夕方お堂のあたりを通りしに、早知根湯に降り来たる竹高き人あり、大いに驚きてこちらを見たる顔は非常に赤く、目は輝きてありたり、若者、山の雷と知りて後をも見ず逃げ出したり、お堂の前には山神の字を刻みたる石塔を立つ。昔より山の神伊豆と言い伝うる土淵村の里の子、早知根に遊びに行き、竹高き男が下より急ぎ足に登り来たるに会えり、子供の一人、どこへ行くのかと声をかけたれば、お国さ行くと答えたり、その道はお国へ来るべき方角にあらざれば、山男よと言いて逃げ帰りたり、男の色は黒く、目はキラキラとして、肩には朝かと思われる古き朝霧色の風呂敷にて包みを置いたり、一体どんな意味があるんだ、明君のお父さんが集めたこの遠野の話には。一見バラバラのように見えますが、実は一つの体系をなしているかと。山の男の描写も奇妙に一致してます。皆一様に背が高く、顔は赤く、目の色も日本人とは異なって。そう言われれば確かに場所も共通したところが多いな。白見山、早知根山、小国という地名が何度も。細かく分析していけば隠れ里の場所の見当がつくかもしれませんね。お前の父高明もそうやって隠れ里の場所を。手紙のほかに高明の日記が残されてある。これを読めば詳細がわかる。行方不明になった父は遠野の隠れ里迷いがを求めて旅立ったのだ。父の残した手がかりを丹念に調べ、ようやくその場所を特定できた。結論を春越先生に話して一緒に遠野へとも考えたが、やはり一人で向かうことにする。行く手に何が待ち受けているか見当もつかないのだ。遠野の町に着いた。あの場所のことを宿の人間に尋ねてみたが、そこは今でもあまり人の行き来がないらしい。明日は地図を片手に山登りだ。夜には迷いがの実在を確かめられるだろう。一つ気になるのは遠野物語周囲に出てくる話だ。光物というのは
近頃世間を騒がせている空飛ぶ円盤のことではないのだろうか。宮森村の者らが早知根山へ出かけた時のことである。戻り道で日が暮れ、道に迷い困っておると、光物が一行の前方を飛んで道を照らし、その明かりで下まで降りることができた。そのうち月が上がって道が明るくなると、光物はいつの間にか消えてしまったという。これはつい最近あった話であるそうな。宿を朝早く出発して6時間、ようやく中継点の村にたどり着く。村を過ぎるとすれ違う人もなくなり、急に不安が胸に広がってくる。本当に迷い川を見つけられるのだろうか。山の中では日が沈むのが早い。闇がこれほど怖いものとは思わなかった。慌ててテントを張り、寝袋に潜り込む。とにかく疲れを取らないと。奇妙な笛の音で目が覚めた。まだ辺りは漆黒の闇。耳を澄ますが、二度と聞こえてこない。朝になってテントから出ると、どうやら迷いがと狙いをつけた場所とは全然別の地点に来てしまったらしい。完全に道に迷ったらしく、虚しく二日目の夜を迎える。また笛が聞こえてきた。一体誰がどこで吹いているのか。食料も残り少ない。明日は思い切って笛の音のする方向に進んでみるつもりだ。笛は谷の向こう側にある巨岩から聞こえてくるようだ。昼過ぎ、ようやく岩までたどり着く。よじ登ると上に細い裂け目がある。間違いない、音はここから外に漏れていたのだ。体を折り曲げ、裂け目から中に忍び込む。懐中電灯で照らすと、驚いたことに人工のように見えるトンネルがどこまでも長く伸びていた。そんな山奥に人工のトンネルが？信じられない。お前の父高明は遠野物語に記された隠れ里、迷い川への入り口を見つけたのだ。その場所は総門谷と呼ばれて。総門谷、光ちゃんが死ぬ間際に書き残した言葉と同じですよ。高明はその上、総門谷に自分の父親も住んでいたことも突き止めたのだ。じゃあ親子二代にわたって同じ場所で亡くなったことに。じいさんが俺を遠野に近づかせたくなかった理由はそれだったんですね。日記の続きを。お前の失笑に隠された秘密が記されておる。トンネルを抜け出た私の前に、途方もなく広大な空間が広がった。空がないから地上に出たのではない。いや、わずかだがあった。数百メートル上をドーム状に岩が覆っており、その中心に丸い穴が開いていた。そこから外の光を取り入れているのだ。しかし本当に驚いたのは、空間内部にピラミッドをはじめとする巨大建造物が無数に建てられていたことだ。イスラム風の寺院やパルテノン神殿に似た建物、巨人の日時計のようなストーンサークル、遥か向こうに霞んで見える集落は飛騨の合掌造りだ。でたらめすぎる。
時代も文化も混沌としているのだ。ピラミッドの前には青銅でできた神の像が、その指が滑らかに動き、無心な表情で笛を吹き続けている。笛の音の正体はこれだったのだ。ここ数日の疲れが溜まっていたのだろう。壮大な風景を飽かずに眺めるうち、私はその場に眠り込んでいた。気がつくと数名の男たちに取り囲まれ、そのまま宮殿のような建物に連行されてしまった。総門谷に外の世界の人間がやってくるなど何十年ぶりかの。まずそなたの名前を聞かせてもらおう。霧神高明と言います。霧神だと？これはまた不思議な因縁じゃな。よかろう。そなたの身柄はこのヘロンが預かるといたそう。どうして霧神の名を？もしや私の父もここにいたこと？明日からは忙しくなるぞ。ここに住む資格を得るためいろいろと学んでもらわねばならぬからの。総門谷はまさにユートピアそのものですね。貧富の差もなく、誰もが健康と平和を楽しんで、たった数日過ごしただけで虜になってしまいました。ここにはどれだけの人が住んでいるのです？3000人ほどじゃ。外に出ておる連中を加えれば5000人以上かの。外というと遠野にですか？外というのは世界すべてじゃよ。だから今の文化や知識も知っておるぞ。機械を動かすエネルギーはどこから？エネルギーならオリハルコンから無尽蔵に。オリハルコンって失われた大陸アトランティスで使われた幻の金属じゃないですか。今では総門谷にしか存在せん。これもあのお方が発見なされたのだ。あのお方と言いますと？谷の支配者総門様じゃ。わしたちはあのお方の命ずるままに動いているに過ぎぬ。そなたが生きておられるのもすべてあのお方のご意志によるものだ。だから決して逆らうような真似はせぬことだ。お父様。ようやく参ったか。こっちへおいで。はい。わしの娘じゃ。ユウと申します。どうぞよろしく。どうも霧神高明です。総門様のご命令で、これからはあなたのお世話を私が。は？そなたは総門様のお目にかなったようだの。だからこうして妻までも与えられる。妻ですって？言うのことじゃよ。まさか彼女とは会ったばかりで。気に入らぬの？そんな、これほど美しい女性を。でも総門様の命令で無理にではお気の毒です。バカなことを。総門様のお指図に違いはないが、優は全てを承知でそなたと暮らすと言うておる。そなたも優を気に入ったようではないか。それならそれでよかろう。春越先生、すでにお察しの通り、優がアキラの母親です。私たちは1ヶ月後
一緒になりました。そして総門谷の住人として認められ、新しい住まいと仕事も与えられたのです。仕事は図書館の資料整理です。ただの図書館ではありません。それは世界最高ともいえる完璧な施設でした。一体どのようにして集めたのか。くさび型文字が彫られた粘土板や、インドのラーマヤーナの古い写本、黒魔術に関するさまざまなテキスト、日本の古代文字で綴られた歴史書など、膨大な書物のすべてが無造作に積み重ねられています。学者にとってこの図書館は天国です。これらの書物を自由に読むことができるなら、一生外に出られなくても悔いはない、そう思いました。やがて私たちの間にアキラが生まれ、喜びと悲劇が同時に我々家族を襲うことになります。私がユートピアと信じ数年を過ごした総門谷は悪魔の巣窟だったのです。アキラの1歳の誕生日を数日後に控えた私はヘロンの宮殿に呼ばれました。それが全ての悲劇の発端です。何でしたの？お父様の話は。アキラの誕生日に総門様が我が家を訪ねられ、祝福の儀式を執り行ってくださるそうだ。え？ヘロン様を含め世界中に配置されている総門様の側近の方々も全員参列なさるとか。では12人の使徒が。ああ、これは谷の習慣なのかい？いいえ、総門様の祝福など前例のないこと、まして12人の使徒が一堂に会するなんて。総門様はめったに人前に姿を現さぬお方、それが子供一人のため何かしてくださるとは不自然ではあるが、だが何と言ってもユウはヘロンの娘だ。総門様にしてみれば特別な親しさを感じて。私はもしかするとお父様の娘ではないのかもしれません。え？だって他の11人の人には誰一人として子供がいないのですよ。12人の中でなぜお父様だけに子供が生まれたのでしょう。それに私は母親の名前さえ知らされては、私怖い。何か恐ろしいことが起きる予感が。ユウ。今回の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。